今日は Amazon カタログ作成の際の注意点と、ね。いろいろカタログを作るとなった場合の注意点は、えー、正確にとかね、写真とかいろいろ事前に、えー、動画で説明してます。で大前提、ね、カタログ作って OK なのはどんな人かってことなんですけど、えー、ある程度実績ないとカタログ作っても売れません。えー、新規出品者はカタログを作っても売れないと。ねえー、何をするかわかんない出品者の カタログは検索優先順位が低いだからねカタログ作っても検索に引っかかってこないということになりますだからねカタログを作るのは月50件以上制約するようになった後がいいですまあこれどうしてかってことなんですけど結局今ねめちゃくちゃなカタログとか、ね、売れたのに送んないとか、えー、f b a 納品してるものがね、えー、売れておくと でえー、購入者からねこれカタログとと違うんじゃないかとかねカタログの説明が分かりにくくて間違えたとかっていうトラブルが、えー、結構もうすでに起こり出してます。ねでこれはアメリカも結構ひどい。でそういうのがあるんで、えー、今まで取引してね、えー、まあ、何学取引してでたくさん売っても問題がないと、ねまあ、普通にやっててたくさん売っても問題ないならカタログ作って売っても多分問題起こさないだろうということでね 実績ある出品者が作ったカタログは、まあ、普通に早期に、ね、検索にも出てくるし他の商品と比べて、ね、特に何かペナルティを食ってるようなことはないです、まあ、ところが新規出品者の場合は、まあ、そもそも作ってるカタログが、ね、型番だけとかメーカー名だけとかね タイトルに余計なね、文句を入れてるとか、まあ、本当めちゃくちゃなカタログ多いんで、まあ、やっぱり新規出品者はカタログ、カタログ作りというか、まあ、何やるかわかんないというのがあります。まあ、そんなわけでね、アマゾンの評判を落とさないように、新規出品者のカタログはわざわざ見えにくくなってます。だからね、本来であれば売れるカタログ、売れる商品のカタログ作っても、新規出品者のカタログだと、それら出てこないんで売れないと。 いうことになりますんで、まあ、カタログ作る手間をかけて、さらにね、納品して売れないんじゃ、これもう、あの、全く寂しい限りなんで、えー、まずは、カタログを作らず、カタログがあって、ランキングがある商品で売ると。で、カタログを作るのは、えー、月間50件以上、制約するようになってから作るというふうにね、した方が効率がいいです。また、この、扱い商品とカタログ作る、えー、タイミングについてはね、えー、カタログ作る前、あるいは疑問に思ったら、 または確認したかったら、いつでもチャットワークの方でご相談いただければと思います。